おはようございます。朝6時前です。やっと強風も止んだみたいですね。起きました。よいしょ。まあまあの天気ですね。はい、6時50分になりました。せっかくここまで来たんでね、山に登りたいと思います。はい、登山口です。トンノムネ山の登山口ですね。はい、登りたいと思います。いや、この登山口多分分かりづらいですよ、ここ。たまたま見つけたんですよね。私がテントをね、立てたすぐ近くですね。徒歩、自分のテントから徒歩1分のところの登山口でした、ここ。結構急登だな、これ。いや、山、登るつもりなかったんで、ゆっくり起きちゃいましたね。登るんだったらもうちょっと早く、起きて出発したんですけど、このトンノムネ山は最近になってね、ソッタ参加ガードの対象の山に追加されました。いや、すごい急登だ。結構ところどころロープがあります。これ下るときがやだな。登りはいいんですけど、下りは滑ると怖いですね。トンノムネ山、まだまだ急登だ。本当はね、トンノムネ山昨日登りたかったんですよね。ただね、午前中ね、雨の予報だったんで遅く出てきましたけど、明日、昨日はね、天気良ければ本当は8時半ぐらいにキャンプ場着いて、9時半ぐらいから登り始めたかったんですけどね、11時でどしゃ降りどしゃ降りでしたからね。昨日はダメでしたね。お、こっち踏み跡があるな。これピークかな、途中のピークな気がしますね。ここ踏み跡があるんで、登山道こっちに巻いてますけど、お、標識があった。あ、ここがピークですね。こっちか。あったあった、雑木の頭、雑木の頭、あ
はい、1個目ピークつきました。気持ちのいい尾根道になりましたね。木の間から少しだけ眺望が。さあ、そろそろ、トンノムネ山への登りです。あと標高差100メーターぐらいなんで、もうちょっとですね。さあ、またどう見ても急登ですね。本当にありがとうございました。ついに山頂です。お、標識がありました。はい、トンノムネ山です。到着しました。1208m。はい、富士山ドーン。はあ、ちょっと雲が白っぽいですけど、富士山見えましたね。さあ、準備してね、無線を少しだけやります。はい、じゃあね、 DJG7 手持ちでね、まず1200からやってみたいと思います。周波数チェック、更新棒型与えませんでしょうか。周波数チェック、周波数をお借りいたします。ハロー CQ1200、 ハロー CQ1200、 こちらジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、 JE1VUJ ポータブル1、移動地は山梨県南鶴郡道志村トンノムネ山山頂です。1208m 山頂です。ご入環境ございましたらコールください。こちらジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。あ、セブンリマースリですね。はい、今ね、立ち上がりました。コールありがとうございます。こちら、ジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1。はい、山梨県、南鶴郡道志村、トンノムネ山山頂から加藤です。はい、今のところで515151です、どうぞ。はい、加藤さん、こんにちは。埼玉県山梨から5151、同じく5151。どこにおります。はい、佐山市からね、51、ありがとうございます。はい、過去の430ケースをいただいているのでありがとうございます。はい、昨日はね、道志の森キャンプ場にね、テント方でね、一泊して、はい、今日朝からね、登ってきました。はい、一応ね、富士山ね、見えてますね。雲結構ね、多くて白っぽいですけどね。はい、厳しい中でありがとうございました。はい、ありがとうございました。カードを送りしておきますね。またお願いします。73、はい、ありがとうございました。ハロー CQ430、 ハロー CQ430、 こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、 JE1VUJ ポータブル1、山梨県南鶴郡道志村トンノムネ山山頂です。 1208m 山頂からです。ご入環境ございましたらコールください。ジャパンオスカー1、星野村クリミュー、レポートで次回お送りしますね。ピックアップありがとうございます。おはようございます。上地場所です。隣の隣になると思います。星野村です。レポートは59ですね。私は室内アンテナでやってるんですよ。三色の室内アンテナ富士山ビームですけどもね、こんなしょぼいのから出てましてね、加藤さん協力の方にガーンと入ってもらってお声がけしていただきました。YouTube よく見てましてね、加藤さんのよく見てね、真似したりしてます。どうぞ。星野村ね、星野村から号泣ありがとうございます。こちらからレポートね、5858をお送りしますね。こちらハンディ機手持ちでね、今2ワットでやってますね。はい、ジュリエットアルファ1ブラボージュリエット単語、はい、見つけていただきましてありがとうございます。こちら JE1VUJ ポータブル1。はい、今日の移動地は山梨県南鶴郡道志村、はい、トンノムネ山山頂ですね。はい、鳥の胸山って書いてね、トンノムネ山山頂ですね。はい、加藤です。レポート5151です。おはようございます、どうぞ。はい、
ごさんありがとうございます。ごさんありがとうございます。今日ね、ハンディキ手持ちでやってるんで、なかなか厳しいんですけどね。はい。ちょっとキャンプの道具多かったんでね。はい。まあ、山登るかどうかわからなかったんでね。はい。もうハンディキ1台でね、手持ちでやってました。はい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。さよなら。ジェイアムワン。レポート次回お送りしますね。おはようございます。どうぞ。どうも加藤さん、おはようございます。ご無沙汰しております。4年ぶりになるかと思います。東京清瀬から5ライン5級プラスですね、5級オーバーで入会してます。はい、こちらもね、5級5ラインで来てますね。はい、S の振れが悪いハンディキなんですけどね、はい、5級で非常に協力してますね。この辺もあんまり飛び替えでいい感じはしないんですけどね、はい、非常に協力してましたね。ジュリエットロミオ1のモビル川口、レポート次回お送りしますね。おはようございます。どうぞ。モビル1、埼玉県川口。はい、5-5で大変クリアに埼玉川口。はい、こちらに入館です。はい、こちらからもね、5-5-5をお送りしますね。はい、モビル途中ということでね。はい、了解です。ありがとうございます。固定もね、川口なんで最近固定出てませんが、はい、また固定からでもよろしくです。はい、山梨県道志村、トンノムネ山山頂から加藤でした。73。はい、ごめんください。はい、ありがとうございました。他に入館選手いらっしゃいますか。こちらジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。はい、とりあえずね、5曲 QSO できました。ありがとうございました。はい、撤収しました。まだバッチリ見えてますね。じゃあ下山します。いや、富士山の眺望がいい山でしたね。とりあえず5曲できたんで、まあ良かったです。やっぱり手持ちだと厳しいですね。いや、しかしまあ急登な山ですね。道志の森キャンプ場に来たからハイキングついでに、トンノムネ山登るかっていうね、お気軽にはなんか登る感じじゃないですね。コースタイム的にはね、手軽って言えば手軽なんですけどね。1時間半ぐらいで山頂着くんで、また急なんでね、ちゃんとした登山口でないと厳しいかもしれないです。キャンプ場は12時までに出れば、いいので時間的な余裕はあるんですけど、まあ早めに帰ります。おっかねおっかね、急坂落ち葉で滑りそうなんでね。はい、下山しました。さあ、テントに戻ります。お、皆さん撤収してますね。はい、戻ってきました。登山口から徒歩1分の我が家です。じゃあテント撤収します。よいしょ。10時25分。ここがちょっとでかいバイクで行くのは結構大変ですね。舗装道路になりました。はい、スーパーカブ110 J59 買ってね、初めてのキャンプでしたけど、いやー、ひどい雨ありましたね。来る時は土砂降りでね、夜は強風でね、眠れずといったところで、いや、もうね、肉焼いてる時から強風だったんですよ。で、なんかもうね、あんまり動画撮る気にならなくて、
あんまりね撮ってないんでちょっと微妙な動画だとは思いますが、ひょっとしたら限定でアップしてるかもしれないですけどね。いや全然寝られませんでしたね。もうなんかテント押さえてペグはすぐ、ね、吹っ飛ぶし、もう恐怖で本当ね、スチールペグでないとダメですね。ああいうとこはキャンプ場はね、アルミペグの短いやつはダメです。とりあえず道の駅同士にまた行ってソフトクリームでも食いますわ。ソフトクリーム食うか。白桃にしました。うん、美味しい。さあ、ソフトも食ったんで温泉寄って帰りますか。なのにバイクはすごいな。はい、今回は道志登キャンプ場でキャンプして2日目に今野宗山に登って、アマチュア温泉を運用しました。ありがとうございました。道志の湯。休館日じゃないですか。なんてこった。